リムパーは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ軍の市場長である。リンパーとも呼ばれる。リムパーは、ビュルツブルグの北約10キロメートルに位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。リムパーは11世紀に初めて記録されている。当時の表記は、 リンブ有利であり、家畜小屋の村の意味である。ドイツ農民戦争の時代、リムパーは、ビルヘルムフォン・グルムバッハの所領となり、ビルツブルグ司教本部との紛争に巻き込まれた。これにより城は破壊され、教会は消失した。ビルヘルムの死後、息子のコンラートは、ビルツブルグ司教領主に降伏した。この過程で彼は、城と村を司教領主、ユリウス・エヒターに売却するよう信じられた。 リキターは活発な建設工事に着手し、城塞を狩りの城間に改築し、教区教会を改修した。ビュルツブルグ市教領のテントは、1802年に世俗化されて、バイエルン大公領となった。その後1806年に、トスカーナ大公フェルディナンド三世が建設した、ビュルツブルグ大公国領に移されたが、1814年に、再びバイエルン大公国領となった。 バイエルンの行政改革の時代、1818 18年の市町村令により、現在の自治体が成立した。遅くとも19世紀には、ユダヤ人家族がこの町に住んでおり、ユダヤ教会が組織され、マルクト広場9番にシナゴーグが建設された。1938年11月の迫害運動によりこのシナゴーグは突撃隊によって破壊され、その後この建物は、 倉庫として使われた。この事実を記した記念プレートが町役場に取り付けられている。町長はブルカルト・ローゼルトである。彼は2002年にアントン・キュットの公認として町長に就任した。リムパー城この町の風景はカトリック教会と上官によって形作られている。上官は14世紀にハンスフォン・グルムバッハによって建設された南ドイツ地方で、 最も印象深い水上の一つである。1キロメートル離れたマイドブロンには、ティルマン・リーメン・シュナイダーの重要な作品である、セイアフラ教会がある。このかつての首都会女子修道院の修道院教会には、リーメン・シュナイダー最後の作品である、キリスト・愛党の祭壇がある。リムパーは、第二次世界大戦のずっと、後まで、マウラードルフとして知られ、平均以上の多くの左官が、 リムパーの会社で働いていた。これらの会社は、ビュルツブルグ地方の外でも広く活動しており、ルートビヒスハーフェンアムラインのオッパウ区でも仕事を行っていた。オッパウ大爆発では、リムパーの10人の左官が命を落とした。墓地には、オッパウの十字架が混流されている。1992年7月6日にリムパーで再生可能資源を育成する公益協会。 carmen が設立された。その後、この協会は、シュトラウビングに本部を移した。平日20時までは30分ごとにビュルツブルグ、リムパー、マイドブロンの間を、バス路線45系統が走っている。週末は1時間ごとの運行である。グラムシャッツへは8114系統のバスが運行されているが、このバスはリムパーでは、マルクト広場に停車するだけである。 ありがとうございます。